2月26日、大田区にある嶺町文化センターで区民プロデュース講座おいしい煎茶の入れ方を学ぼうが行われました。この講座は大田区内で活躍する生涯学習インストラクターが講師となって学びの機会を提供するもので、今回はお茶をテーマに開催されました。講師を務めたのは日本茶ソムリエの荒勝俊さん。20年ほど前からお茶について学んでいて、中国茶にも詳しいお茶のスペシャリストです。この日は前半の座学でお茶の歴史と種類について学びました。お茶は中国でおよそ5000年前に生まれたとされていて、主に6種類あることなどが解説されました。後半ではスーパーで売られている市販のお茶を90度、70度、50度のお湯で試飲しました。温度によるお茶の味の違いに参加者が驚く姿が見られました。今までお茶を温度別に3種類入れたことがないので、違いが分かってとっても興味深かったです。3種類の味の違いがはっきり分かったところが良かったです。やっぱり水と温度だと思います。まず塩素を抜くっていうのが重要で、そのためには沸騰させると、だいたい今の日本茶だと70度ぐらいの温度が適温と言われてます。